おはようございます、おはようございます、よー皆さんこんにちは、アカリンスです。赤に白いパックはすっごいね、なんかの YouTuber みたいじゃん。なんか今日はなんでナスちゃんがいるかと言いますと、 RE の撮影を長崎の方でやります。イエーイ、イエーイ、実家お泊まり。昨日は夜中までパーティーしてました。イエーイ、イエーイ、かっこ嘘。ナスちゃんなんかね、なんか4時、うん、あ、ナスちゃん寝なかった、なんで寝なかったの。だってネットリップするじゃん、グローリー。ナスちゃんはね、今ねメイクを今からするんで準備をしてくれています。出張メイクです、今日は。でもさ、私今日さ目覚ましテレビが最下位だったの。パパからさ、この家にいても送られてくるから。やばいよ、レイちゃんと写真撮るから引き上げとかないと顔。9歳下だもん。レイちゃんおはよう。あ、ほーらバリブラシ。お前は引き上げないんでいいんだよ、引き上がってるから。だって少しでも痩せないと。お父さんおはようございます。おはようございます。え、待って、ヘアルックじゃん、かわいい。涼しいやばい。私マツケンサンバなんだよ。いただきます。くる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 。ということでおメイクをします。レイちゃんはメイクをしています。私はご飯を食べています。レイちゃん母の日何あげたん。ボディクリーム。うんうんうん。その時に同時に父の日もあげた。パパには何あげたん。イクモ。私が今メイクを。おばさん、やばい、おばさんになってもじゃないよ、同い年だからな、あなたと私は。レイちゃんもいい感じですよ。あー、アリアナグランデ。レイちゃんばっかり、私はもうサンバよ、今日も。サンバ、フィーバーサンバ、トゥル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 、アレイ。はい、時間ないから。はい、急ごう。そこ急ごう。レイちゃんが作ってくれた交番を見せまーす。こういう風に、1、2、3とかやって。うー、仕事できる、できないよ。うーら、これアニバーサリー T シャツでーす。アニバーサリー T シャツです。あら。ほら、すごい。こういうふうにレイちゃんが作ってくれてるんですけども、何色着るみたいな講義に先ほどなりまして、可愛いものは全部レイちゃんに持ってかれます。なんで、なんでか知ってる、若いから。あー、ニュージーンズのカラコンつけてるんだから。私だって。イエーイ、今はレイちゃんの運転で向かっております。よろしくお願いします。これさ、ママがさカスタムしてさ、蜂みたいになってんの。シートベルトがブルーなの。マジでスウェーデンカラー。かわちい、パパが選びました。クソ派手。ということで、私たちは今メルヘン村に向かってるんですけど、メルヘン村はまさかの佐賀県です。長崎で撮影っていうタイトルにしたかったのに、ちょっとだけ佐賀県。東そのぎがちょっと佐賀寄りだからね。どんぐりすの前でさ、 TikTok 撮ろう。ギャルだから私たち。これをした後に気づいたの、 T シャツがマツケンさんのままだったっていうことに気づきました。私マツケンさんもどんぐりすに連れてきちゃった。ということで、長崎は綺麗ですよ。今日すごい晴れてます。どん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 ぐりす、好きなものはどんぐりす。待って、仲間に入れて。えー、本当ですよ、皆さん。来たよ、すごい。怪しい。ジブリなんだけど。ジブリなんだ。あ、すごい、先が何も見えない。ほら、メルシカラ。すごい、野球球場。かわいい。かわいい。ほら、大興奮。楽しそう。でも遠足で来たよね。そうなんだ。そうだよ、遠足で来たよ。学童保育。そう。あと、本町子供会。やばい、ほらこれもやばい。怖い、かわいい、怖い。シティガールには衝撃ですよ。やばい、面白い。ニーナさん、すいません、遅くなりました。すいません、やばいですよね。ずらっと写真も面白くて、ここも撮れるかも。待って、正月親戚の集まりみたいになってるんだけど大丈夫。準備します。クリスマスじゃん、私。レイちゃんもさ、バービーみたいにさ。マンネに優しくして。マンネって何。マンネって何。マンネって何。年下。すいません、私女優なんで。女優じゃん、やばいよ。どこで撮りましょうか。一回あっちまで行ってみます。ダン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 ジリス。いい天気。掛け声いいよ、なんていいよ、最高。よし、行きます。ありがとうございます。
パパは今日何係ですか？お餅係。お餅係。かわいい。やってるやってる。あのお得意のお尻作戦。やばい。で見て、最近鍛えてるお尻よ、私の。私の、はい。家にもダンベルみたいなのがあったんだから。ケツの TikTok しか出てこなくなったって言ってたよ、この間。海の家にいるギャル。エッグの撮影ですか？ねえ。かわいい。これはケツが綺麗に見えるパンツですよ。あー、プリプリ。あ、ドングリスいたんだけど。怖い、見下ろされてる。ヌシ。ヌシ。ほら、イメージ通り。あー、かわいい。かわいい。あと後ろ姿もいい。やばいよ。で正面もう一回やります。キャーパンサーお願いします。ハートハートやばーい。ハートハート、あーやばい、ハートやばい。ほらほら、リサだよ、リサよ、リーちゃんのそこ、リサ見て見て。すごい、マジで。いやいやいや、もうメルヘン村と皆さんの力がけど本当にね、ここいいよね、マジで。いっぱいあって、はい、パパなんかもうここのなんか園長みたいな。園長園長すごい、やばいやばいよ、やばい。中リーサですだもん、完全に。中リーサ、うん、中リーサですになってるけど、ちょっと大丈夫か。大丈夫大丈夫かよ。スタッフの位置。やばい、セキュリティ通ります。セキュリティ通ります。やっぱギャルは小麦肌だよね。ギャルだよね。ギャルだよね。お金持ちになれるベルト。お金持ちのよりのお金持ちに。お金持ちのよりのお金持ち来ました。ダブルお金持ち。はい、映えてる女。イケてる。来た来た来た。はい、いい感じです。レイピンはかわいいかわいいをしてます。あー、ブリッコしてるよ。レイピンのかわいいかわいいしてる。やばいね、今日マジで天気いいね。すごい、やっぱりメルヘン村前来たけどさ、変わってないね。うん、覚えてる、覚えてるしさ、うん、前 YouTube で私紹介したじゃん、あれから結構行ってる人多いんだよね。ここから温泉に行ってきて、なんかツアーしましたみたいな感じで。あー、そうね、聖地巡礼みたいなさ。頑張ります。ナイス。やばい、この顔受ける。今から乗るぜ。やだ、撮影だよ。すごい。こんなことできるのメルヘン村しかないよ。あー、ミーヤさんの方が頑張れ。あ、かっこいいかっこいい。ハイド通りましたよ今。やるポーズして。はい、頑張れ頑張れ。はい、決めて決めて。いや、3周回った。意外と怖いでしょ。お父さん、意外と怖いでしょ。だよ。え、でも可愛い可愛い。すごい、やばいよ。今からメリーゴーランド、メリーゴーランドになります。ありがとうございます。ありがとうございます。どんぐりす、どん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 ぐりす。友達。よし、ラストスパートです。よし、走るよ。走るよ。いやいやいや。走るよ。はい、せーの。せーの。やばい、やばい。やばい。パパおった。好きなものはどんぐり。チク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 。怖い。今終わりました。お疲れ。いや、もう本当にマジで、ナスちゃんマジックとニーナさんマジックがかかって、メルヘン村がマジックランドになりました。マジックランド。はい、ということで撮影が終わりました。本当に皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。今からです。平川屋の豆乳アイスクリームをね。やばい。
絶対ナスちゃん好き、もちもち好きじゃん、うちらもちもち同盟じゃん、だから本当にこれは食べさせたいっていう気持ちがあって、ニーナさんもねちょっと先に行っててもらってるんですけども、連れてってあのお食事をしたいと思います。なってます、大好き、3つ全部一人で食べそうなぐらい好き。どうぞ。ありがとう。うわ、すごい重量。私も3つ食べてる。いただきます。いいツヤしてる、やばい。うん、まっ、うまっ、本当にない。おいしい。あ、見て、白ハラも追加したの。ほら、食べな食べな。おいしい、おいしい、イエーイ。食べていいの？そう、いらないの？うん、いらない、うん、妹の、うわっ、うわっ、あ、まだ全然食べてなかった、今日遅いスペースすいませんおかわり自由らしいよ、そう、うん、どう？うどん、おいしいよ、マジでうまい、むっちゃんこれすごいおいしそうずっとナスちゃんに勧めてる。でもさ、マジでエモかったね。マジで楽しみ、データが。超早く早く見たい、マジで。早く見たい。ちょっと一回癒しを。癒しを、ね、疲れた時は。あー、かわいいこっちゃん。タンココタのね。やっぱり君ちょっとキナチに似てるよね。キナチ似てるよね。本当に疲れた時って猫の力ってすごいよね。本当に動物の力はってなるのってね、すごいそれぐらいのあれがある力ね。えマジでさ、自分が臭いね、お願い、あなたたち臭いのをちゃんと報告する同盟作ったじゃん、うちらね。えやだ、それはちょっと無理、こうやってやっては無理ね、お願い、大丈夫、これでいいの？いや、ちょっとやだ、本当にごめん、本当にそれはやだ、私が実際カゴ落としたら、ちょっとやめてマジでやだっていう感じで、今日はとってもみんなに助けられてできました、ね、竹文さんが可愛くてしょうがなかった、また今回もね、一番ギャル、一番ギャルで、さっきのさパフェ食べる時もさ、もう5秒ぐらいで食ってたよね、あの人が一番ギャルだったわ、うん、マジで、ワンコソの波に越してナスちゃんに超食わせてんの、ほら食べなさいとか言って、うん、嬉しそうだったもんね、みんなに美味しいって、自分の店じゃないのにさ、うん、これ美味しかっさとか言って自分の店かのように言ってたよ、ね、ああいうのが可愛いのよ、うん、ということで本当に今回はとっても出来上がり楽しみです ね、ということで、はい、今日の動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっております、そちらのフォローのフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。クリスでした。クリスちゃんでした。バイバイ。ドン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 グリスダン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 グリス好きなものはダングリス